毎度ありがとうございます。はい、シュプリームテラテラです。はい、それでは今週もウィーク17 US と EU のオンラインを見ていきたいなと思います。今週発売になります、コラボはハーディーズとのコラボとなっておりまして、特にその中でもドッグティーですとか、お香立てが、注目を集めております。はい、そしてオンラインの方では発売にならないかもしれませんが、バンズのスピードというシューズが販売になるというような形でリークが出ております。はい、その他コールマンのグリル、それから、ドッグボールなんかも人気を集めております。はい、果たして海外ではどのアイテムが人気になるのか、しっかりと、実況していきたいなと思います。はい、それでは6月17日土曜日、発売日当日の天気を見ていきたいなと思います。まず東京です。晴れですね。降水確率 10%、 最低気温20度、最高気温なんと30度と暑いですね。そして名古屋、晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温19度、なんと最高気温32度。はい、もう夏ですね。そして大阪、晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温20度、最高気温29度となっております。はい、そして最後福岡です。はい、福岡晴れ、降水確率 10%、 最低気温20度、最高気温28度ということで、全国的に、はい、非常にあったかい、一日になりそうですね。それでは12時になりましたので見ていきたいなと思います。はい、ちょっとね、更新していきますけれども、ちょっと、お待ちくださいね。はい、まあ今週はまあバンズは多分オンラインの方には出てこないと思うんですが、まず、US の方からですね、US はこんだけか、アイテムは。はい、ハーディーズですね。ハーディーズの T シャツから見ていきましょう。S から XXL まで、はい、ありますね。はい、続いて US もこの間にちょっとやっておいて、まずはパッパッパッと見ていきましょうかね。はい、お香立て78ドル。はい、それからコールマンですね。はい、98ドル。はい、今日はね、結構短めにいけるんじゃないかなと思っておりますけれども、ドッグボールですね。はい、まだ残ってます。はい、それから04、ジャケットですね。はい、こちらの方も、S から XXL まで残ってるというような状態です。何が人気になるんでしょうね。はい、ちょっとじゃあドッグボールでも開けながら、EU の方も見ていきましょう。はい、レイオンジャケットですね。はい、特に動きなしと。はい、バンズ、そうですね、 EU バンズないですね。やっぱり店舗オンリーっていう感じなんですかね。結構そのバンズ、まあリーク画像出ましたけれども、シュプリームのね、ロゴがどこにも見当たらないっていう感じで、結構ね、本当にコラボなのかみたいな意見もありますけれども、果たしてね、ロゴが入ってないコラボみたいなのがあるのかみたいなね、そんな感じで、まあ結構話題になっていいですね。はい、まあただ店舗のみの販売ということでね、まあ遠方の方はちょっと、まあなかなかね、購入するのが難しいんで、まあそのあたりね、ちょっと、地方の方はね、ちょっと残念だなっていう気持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、3分経ちましたけれども、これやばいな。今週もニューエラ、7と8分の1から8までという感じですね。ニューエラ見ていきましょうか。はい、 US のニューエラ、はい、
まだサイズかけないですね、うん、この辺がちょっとネイビーが欠けてるかな、はい、EU は EU は特にまだ欠けがあるような感じではなさそうですね。はい、何も完売しない何も完売しないぞ。どうなんだ、8ドル8ドル安いですね。8ドル、入れ物だけでもいい感じですけど、お香立てもまだ残ってるって感じですね。あら、 EU はコールマンないんですね。 EU はコールマンの販売なし。はいはい、どれも動きがありませんよ。大丈夫かな今週。せめて1個でもソールドしてほしいんですけれども、はい、デッキも残ってますね、はい、デッキのサイズなんかもね、はい、ご参考にしてみてください。はい、デッキも残ってる、はい、ドックティーかな。あ、ドックティーも全然、も全然動きがないですね、うん、あ、グリーンが XXL 欠けてるぐらいかなって感じですねちょっと EU を更新してる間に US を再び見ていきたいなと思いますけれども、全然何一つ何一つソールドが出てない。はい。このシルクのショーツも、ショーツじゃない、シャツも、売れてないなぁ。あ、少し EU はかけてき、あ、EU、ホワイトがソールドしそうですね。これちょっと開けた状態で、US をちょっと更新しましょう。お、EU はちょっと動きが出てきましたね。はい、ラグラントップも動きなし、あ、この T シャツだ、この、ボルト T、 どうだ、ボルト T は動きなし、ドッグボールも動きなし。わあ、これほんとちょっとこれですね、これがちょっと期待値高いんで EU は、はい、US 更新になりましたね。お、ドッグボールのシルバーですね、シルバーが6分ソールドになっております。はい、あ、コールマンもソールドだ。はい、結構アクセサリー類が売れてますね。はい、ハーディーズは特に何かが売り切れてるっていう感じはなさそうな感じです。これはハーディーズじゃないですね、うん、は特にって感じですね。はい、クラッシャーハット、うん、クラッシャーハットも特に動きなしと。はい、今のところはこれですね、ドッグボールとコールマンソールとなってますね。はい、更新していく間に EU ももう一度見ていきましょう。ドッグボール EU は残ってるんだな。クラッシャーハットあ、ブーニーですね、失礼しました、ブーニー残っております。はい、この辺りはハーティーズ意外と残ってますね。 T シャツ類も、まあ、グリーンがさっきと変わらないですね。はい、パープルちょっとソールドになるかな、これも。うーん、はい、うん、ちょっとなかなか動きがないですね、これね。あ、はい、
EU は、あ、US ですね。US はドッグボール両方ソールドになりました。はい、アクセサリー類が人気ですね。やっぱり、ここを開けといて、はい、ニューエラ見ていきましょう。お、ニューエラちょっとずつ欠けてきましたね。色的には、EU はこのホワイトパープルっていうんですかね、ホワイトパープルが少し、ソールドというか色掛けが始まってますね。もうなくなりそうですよね。はい、他はネイビー、こんな感じですね。後ろは、横はこんな感じ。はい、あ、またちょっと数が増えたりリストックしたりしてますね。はい、はい、こちらはコーディラの、キャンプキャップですね。残ってますね。はい、こちらも見ていきましょうか。はい、残ってますね。ここ立ても残ってるな。まあ、こんなとこかな。今週あんまり動きが本当にないので、 EU はとにかくソールドに何一つならない感じですね。 US はソールド出ましたけど、 EU は本当、動きがなしというような感じですね。これかな、シルクシャツのラージがでもまだ残ってるんですよね。一回更新してみようか。はい、その間に EU を。アパレルが本当に売れてないですね。ちょっとシュプリームもあのね、今期の売り上げがあまり思わしくないっていうような感じで報道されてましたけれども、おソールド、ソールドですね。ソールド出ておりました。やっぱ更新しないとダメだな。はい、EU は、このシルクシャツですね。シルクシャツが、ソールド、ホワイトがソールドになりましたね。はい、グリーンもそろそろソールドになりそうな感じ。はい、アパレルは今回こちらでしたね。こちらが、結構人気になってるというような感じですね。はい、その他最後ちらっとだけ、まず、EU もちょっと更新し、 US もちょっと更新しといて、 EU ラスト、バーっとだけ見ていきますね。はい、はい、ナイロンジャケットはブラックが少し欠けてますね。はい、日本では結構ナイロンジャケット人気になるんではないでしょうかね。はい、シャツはホワイトがソールドで、ハーディーズ系は特になさそうですね。はい、ラグランも、残ってます。はい、T シャツ類ですね。はい、こちらはちょっとサイズ掛け始まってるかなぐらいですね。はい、ドッグ T はも人気色、あ、パープルがソールドになりました。パープルが一番早いですね。はい、で、次がグリーンかな。 EU の方は、はい、ショーツですね。はい、ショーツ、はい、できました。はい、ニューエラですね。あ、ちょっとずつ欠けてますね。まあ結構人気かな。ニューエラって結構遅いんですけど、海外は。まあそれなりに早く動いてるかなっていう感じですね。多分ソールドなりそうですね。はい、この辺りもさっさっさっと見て残ってますね。で、アメニティ、おこうたて残ってる。はい、ハーディーセット残ってる。8ドルでも残ってる。で、ドッグボール残ってる。はい、デッキは、はい、残ってるって感じですね。はい、最後 EU ですね。チラッと見ていき、あ、US チラッと見ていきましょう。はい、あ、こちらソールドになりましたね。はい、ブラックだけが残ってるって感じですね。
はい、これがアパレルでは、EU、US ともに人気に、なりましたね、今週。はい、シルクですね。はい、洗濯とかね、ご注意くださいね。はい、はい、シャツ類は、T シャツ類は、パープルソールドしそうですね。この辺、パープル、グリーン、ソールドしそうですね。US もね。はい、でも、そんなに早いって感じではなさそうですね。ハーディーズの方は、やはり T シャツの方が人気になったと。特にパープル、それからグリーンですね。はい、これが海外では同じように、人気になってます。で、ニューエラ、US の方は、まあ、いつも通り、じわじわっていう感じですかね。はい、コーデュラ、キャンプキャップ残ってる。はい、クラッシュ、ブーニーハット残ってますね。ちょっとサイズだけ、もう一回見とこうか。US のはね、ちょっと見ときましょう。はい。おこてて残ってると。あ、ちょっと失礼しました。あ、戻らなくなっちゃった。ちょっと待ってくださいね。変なの押しちゃって。じゃあ、その間に EU をもう一回。EU ドッグボール売り切れないのか。ね。あら、ちょっとほんと戻らなくなっちゃいましたね、これ。はい、戻りました。US 戻りました。で、こちらも残ってますね。はい、これ早かったですね。はい、でドッグボールとで最後デッキ、はい、こんな感じですね。はい、最後はサイズを見て終わりにしましょう。まあ今日はね、今週はまあアパレル関係は、まあ、シルクシャツ、こちらの方が人気になりました。はい、あとは T シャツ類ですね。色によっては、完売なんかも出ております。はい、という感じで、今日はこの辺にしたいなと思います。それではおやすみなさい。